ほら、ホラマサインは、神奈川県伊勢原市城かすやにある、総統州の寺院。境内には、大木谷上杉家の火災であった、大田道館の道塚とされる、宝京院島がある。ほら、マサインは、総統州に属する寺で、半梁山高所寺という、新編相模国風土機構でも、高所とはこのあたりの地名であると記載されている。この地名は、 関東関連の上杉氏が政治を取り行ったところに由来するという。本尊は釈迦如来で、津久井群猫屋村の幸雲寺の末寺という。海貴は大田道館で、江戸城追記の翌年のことである。会さんは高市朝日を衝没である。道館は文武両道に優れていた上に信仰心が厚く、武州おこせの竜穏やか寺の大僧明公について入道し、 同じく竜尾田やカデラの運行としのりに振幅していた。後に道館は、三内上杉家と大木谷上杉家の内紛に巻き込まれ、1486年7月26日、55歳の時に暗殺された。道館の最後については、諸説があり、ホラマサインの自伝によれば、襲撃を受けた後必死にこの寺院まで逃れてきて、この地で自決を遂げたという。 死後の道館は、ホラマサインの裏山で、ダビに伏され、ここに道を、下カスヤの大事事に首を葬ったと伝わる。この時のホラマサインでは、ケツザンソイという僧侶が賛成住職を務めていたが、その後は、ホラマサインの三門に扉をつけてはならないと、言い伝えられている。ホラマサインには1591年と1642年、寛永19年の2回、 主因上を発給された記録が残る。天正期の主因は六百二十九年九月九日に出火によって消失したため、六百四十二年九月二十四日に書き換えを支給されたという。八百七十年の相模国大従九条かすや村明裁長という資料によれば、村内には草原寺、根校寺、徳雲寺、極楽寺の四寺院が、 ホラマサインの末寺として記録されている。かつては、道館所持の鏡が伝えられていたが、これは災害によって失われたという。寺院の裏手には、大田道館の墓があり、これは1969年2月27日、下笠谷の大寺寺にある墓と同時に、伊勢原市の指定文化財となった。なお、ホラマサインの道館の墓製法およそ200メートルほどのところに、 道館に準じた従者たちを葬った七つ塚があった。ただし、この塚は一つのみが現存している。大田道館が主君の上杉定政の命を受けた、蘇我兵庫に討たれたとされる1486年7月26日に、ちなんで毎年7月26日には、大田道館の子孫たちによって道館期が行われる。小田急小田原線、伊勢原駅下車。 神奈川中央交通、大船ケーブル業にて、道館捕まえ下車徒歩5分。ありがとうございます。